俺は関東最強ヤンキーチーム青龍連合の組長マサミノと申す。んで、なんか俺の知人だよ、なんかマサミノってやつからよ、このなんだなんかこのかかなんでこの教えこのえこれはなんだ外国の文字じゃねえか、なんだこのゲーム日本人にやらすんじゃねえや、このなんだこれマインクラフトか、マインクラフトっていうやつをやっていこうじゃねえか。あ、ま、この俺に負けるもんのはね、喧嘩最強知能も最強と言われたこの男に負け、ま、このマインクラフトっていうやつに負けるわけねえだろ、ということでやっていくぜ。なんかいろんなデータの気にすんなこれは。でワールド名、ワールド名どうする、おいワールド名ヤンキーでいいや、ヤンキー、いやいやいや、これでヤンキー、これこれぞヤンキー、なんだこれ、あサバイバル、ハードコア、クリエイティブ、なんだこれや、おハードコアってやつサバイバルモードと同じだが最もこんなの難易度、このそして一月の命、これしかねえだろ、俺はやっぱ最強だからよ、最もこんなの難易度でやんねえとよ、気が済まねえってやつ、これがおじさんだ、はい、じゃあやってみましょう、はいやってみましょう、やるぜこれは。ということでワールド先生、ワールド読み込み中だぞこれ、読めよ来いや、何でも来いや、あー長えじゃねえかこれ、おい長すぎじゃねえか、なんだここ、なんだここは、普通すぎてびっくりしたこれ普通すぎたぞこれ、ニワトリ、このチキン野、チキン野郎がよ、ぶっ殺すぞ、おら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 、この関東最強チーム、青龍連合の組長なめんじゃねえ、なんという西脇に逃げ足の速さ、おら、おら、殺戮のマサミノっていうことを忘れるな、こら、そしてなんだこら、マジで村、なんだこら、なんだこらよ、なんだこら、おいおい、なんだこらよ、あんたこれ村ってやつじゃねえか、おいお、まさか村があるとは思わなかったぜこら、おいおいおい、そこの兄ちゃんよ、おいおい、喧嘩ってんのかこらよ、おらおら怒ってんじゃねえよ、はジャンプしろ、はい、金出せ、金出すってんだよこらよ、金出せこら、おい今ジャンプしろよ、チャリーン、お今てめえジャンプしたら金の音だったじゃねえか、出せ出すもん出せこら、チキショ使えねえなこら、まあ、青龍連合の俺こんなねしょうもないことはしねえんだこら、あんなんかねえか、なんかねえかこら、なんもなかったらこの村燃やすぞこら、俺と青龍連合の力使ってよ、マジもうほんと粉々にしてやるよ、でよ、あほんとになんもねえのかこら、おいおいおい、あったじゃねえかこら、お鉄のチェストプレート、なんだこれ、おいそして黒曜石、なんだこの黒くまがまがしい俺みてえな色はよ、で金のインゴット、なんだこれ、パン、俺はパン派じゃなくてご飯派なんだこれ、ああ俺、おらおらてめえらの食料全部奪ってやるよこら、おらおらこれで苦しいな、お前らの食生活かわいそうだろ、種やってやんよ、おい種やってやんよ、おらおらおらこれで満足か、おいてめえら世話になったな、ありがとうよ、てめえらあと種あげる、おら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 、てめえ木なんかに負けてたまるか、おら木ゲットしたぞ、俺の拳は小さい砕く力を持ってるぜこら、いやおら削るだ、とにかく削るだ、なんか削るっていうのは神の狙いだったんだよ、だってぶち殺すね、ほんとおら木を削るだ、おらおらおらこんぐらいで勘弁してやんよ、木さんよ、木さんって言っちゃって間違えたぞ、ほら木よ、なんか初心者の拳だぞ、ほらそして、とりあえず砕くぞ、ほらそしてなんか作るぞ、ほら作業台だぞ、ほら作業台作っちゃったよ、この俺が作業台作っちゃったぞ、ほらあこれで満足だ、おいそして、直感的にはピッケル作るぞ、ほらピッケル作るぞ、ほらなんか俺の直感的にこれはあれな、これをこうしてこれをこうするぞ、ほらピッケル作ったぞ、ほらこのやっぱ最強の関東連合じゃねえや、青龍連合はやっぱりよこういう未知の能力持ってんだよ、やっぱ俺レベルになるとこのねやっぱどう、クリッチョはよやっぱこうやってねやっぱこういう能力持ってんだよ、ほらどうか待ってか、そうだよ今なんか直感的に丸い石を削ってるぞ、ほらあおいこれであれだ、なんかこれなんかアップグレードできんじゃねみたいな、この能力を持ってるぞ、ほらどうだおいすごいだろどういうことだよ、俺はやっぱ負けない男だから、やっぱ男たるもの負けない力を持ってんだ、あやっぱそこら辺みんな分かってほしいな、あだんだん俺のねなんかキャラが崩れてる気がするけど、まあ、それは気にするな、あ俺はあ、まあ、今そんなネタ話あったりしてやろう、とりあえずやってみたほら、このでもなんかやっぱこんな道具なんか使っとらんねえよ、こらおら
お、やっぱ男たるもの拳で削ってやるよ。あ、おやってくれ。おら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 、俺の拳は石さえも砕く力を持ってやるぜ、こら。喧嘩しないとね、収まらないとなんだよ。そうやって作って、斧は一応作って、ほら。で、直感的にこそは剣ができるはず。なんか男たるもの剣なんか使わねえ、拳でやる。俺が男だ。あれが欲しい。ダイヤが欲しい。そしてダイヤが見つけた瞬間、多分この企画は終了だぜ、こら。それか俺が死んだらもうこの企画終了だぜ、こら。おお、羊よ、おろ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 。あーてめえ、今年のなんかよ、なんか、なんだっけ、なんて言うな、なんか、ジャニーズ年やねえや。意味がわかんねえぞ、俺。あれだよ、福年福、今年の干支だからって調子乗ってんじゃねえや。俺は生肉食ってんやんよ、俺。ああ、俺は食中毒にもなんねえ男だ、俺は。でも最近よ、あれなんだよな。さっき関東でなんかシャシャリ出てきた、なんか新しいチームでよ、あんだっけ、清流言語だから、暗黒魔人っていうチームがやってきてよ。まあ、そいつらなんか武器ばっか持ってきやがってよ。危なかったけどさ。なんかピストルとか持ってきたんだけどよ。やっぱこの俺の拳で、そのピストルの弾を弾き飛ばす力を持ってたよ、俺よ。まあ、案の定俺が簡単に倒してやったよ。すげえだろ。やったらピストルとか使ってきたけど、簡単。意外とよ、弾って押せんだな、あれは。意外とパンチ一つで弾き飛ばすことは簡単だったぜ、こら。来たんじゃねえか、こら。俺、これ来たぞ、こら。警告じゃないけど、これやばいの。何これなんだこれよ。行ってみるしかねえだろ。男たるもの、やっぱ冒険だ、こら。冒険第一だ、こら。とりあえず、石削っていくぜ、こら。そしてちょっとタイマーズが欲しいぜ、こら。このタイマーってやつなかなか硬いけど、俺の手にかかれば1ほどだぜ。いや、俺の最終兵器が水の嵐はいつ出るかって話だけどよ。まあ、しばらく出ねえな、これ。まあ、ある程度込めたらもう十分だろ、ほら。まあ、そんな規模がなったぜ。ほら、50億あれば十分だ。正直もう帰るつもりねえから行くぜ。これでなかったらもう企画倒れでおしまいだぜ。じゃあな、行くぜ。ほら、なかなかでけえもん拾っちまったな。そしてこれ結構やばいぜ。どうしようぜ。羽で攻撃してやるよ。俺は羽で。いや、これは一回逃げるべし。さあ、俺はダイヤが見つかるまで帰れないんだよ。もうしょうがないからどんどん行くぜ。ほらよ。さあ、なかったぜ、ほら。あ、つうか、ブラマイすれば、なんか、ダイヤ簡単じゃねえっていうやつ出てこい。男たるもの道具付いて手に入れんのが、ダイヤの価値が上がるっていうもんだ。あ、てめえらにその価値がわかんねえなら前くらいやめろ。そして金見っけたぜ、こら。すごいだろ。おい。そして、おっぷっおっぷっおっぷっおら、ダイヤ見っけてやったぜ、こら。おら、すげえだろ、これが、青龍連合最強の男、まさみのでございます。そう。これは俺を来たわ。もうちょっと待ってろ、ちょっと今焦るな、ほら。ちょっと俺も結構焦ってんだ、ほら。ちょっと待ってろ、手帳まで見てくれて。さっきは手帳あったけど、ちょっと待ってくれ、ちょっと今焦ってんだ、ほら。これ最強の男、まさみのだ。あ、覚えるや。でよ、手帳結構あった気がするな。取ってくれよ、ほら。鉄なんでこんな時にねえんだ、ほら。さっきも結構あった気がするんだよ、ほら。おい。もうダイヤ見てたらもう終わりだぜ、ほら。もう終わりだぜ、見てみるわ。まず、神座らし、構えで終わりだぜ、ほら。ちょっと待ってくれ。結構しかねえぞ、ほら。待って、汗引いてやるよ、ほら。ちょっと待ってくれ。ちょっと、マウスがすげえ震えてるぜ、ほら。こっちか。しかし、ゾンビ、やばい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 。おら、死ねえ、ほら。俺の最強のパンチくらい、神すならし、どう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 し、ズバーン、どらーん。おし、倒したったぜ、ほら。し
かしよ、あとハートがやばいぜ。あったぜ、ほら。真面目に怖いぜ。マスクダイヤあるのにここで終わるわけにはいかねえぜ。ちなみに神砂嵐やったからもう俺的には十分だぜ。待て待て、ほら俺三つあれば十分だ。すげえぜ。うおうおうおマジかよ。ぐらつくぞー。